アットホームプレゼンツ明日への扉。古くから日本女性の髪を彩ってきたかんざし。かんざしは時代の変化や用途によってさまざまな種類がある。薄い板状の地金に彫金を施した平打ちかんざし。立体的な装飾、吊り下げた板の揺れが特徴的なビラビラかんざしなど、職人たちが腕を競った。現代でも歌舞伎などの舞台をはじめ、芸妓、舞妓の日本髪を彩る欠かせない装飾として用いられている。古代日本では先の尖った細い棒に力が宿り、それを髪に刺すことで魔除けになると考えられていた。自然の草花や枝を髪に刺すことをかざしと呼び、それがかんざしの語源と言われる。時を経て江戸時代、かんざしは装飾品として発展を遂げる。庶民にもかんざしが流行、女性の髪をきらびやかに彩った。東京都墨田区、伝統工芸の職人が数多くいるこの地にある飾り工芸三浦。ここにかんざし作りの技法と伝統を今に受け継ぐ若者がいる。飾りかんざし職人、鶴崎千世。無機質な平板の状態の金属に命を宿すような、とても小さい世界の中に日本の四季折々ですとか、まあ、それを見た情景ですとか、そういったものを込めるところに魅力を感じております。女性の髪を彩るかんざしに魅せられた若き職人の思いとは。鶴崎さんは10代の頃、かんざし職人を目指してはいなかったという。小さい頃からですね、弁護士になりたいと漠然と思うようになりまして、法律を勉強するように大学にも入ったんですけれども、もう一度自分の人生を考え直そうかなと思って。本当にやりたいことは何か、人生を見つめ直し気づいたのは、子供の頃からものづくりというか、図画工作が好きで、あとは母がもう昔から美容院を経営しておりますので、着付けされてヘアアップして綺麗になったお客様を見て、あ、こんなかんざしがあったら素敵だろうなとか、子供ながらにこう漠然と思ってたことを思い出しまして。着物を着た女性の華やかさへの憧れ、それがものづくりへの情熱と結びついた。綺麗な姿に合うようなかんざしを作れたらなっていうか。一念発起し、宝飾品を作る専門学校に入学。ものづくりの基礎を学びながら、かんざし職人への道を探した。私が目指していたかんざしは一から手作りのものを探したら、師匠の作品が出てきて、あ、このかんざしの職人さんは本物だと思って。師匠のブログで見つけたかんざしの写真、これが鶴崎さんの運命を決めた。蜂が止まってたんですよね。で、あ、本物の花のようだから間違って虫が止まったんだろうっていう感じで。
蜂が花と見間違えるほどの美しいかんざし。こんなかんざしを作る職人に教えを乞いたい、そう思い師匠のもとを訪ねた。墨田区で四代続く職人の工房、飾り工芸三浦。その四代目が師匠の三浦隆さん。地金から切り出し、すべて手作りで作る飾りかんざし職人は三浦さん以外ほとんど残っていない。伝統技法を踏襲し、緻密な職人技で作られた三浦さんのかんざしはまさに小さな芸術品。歌舞伎や時代劇などに使うあつらえのかんざしも三浦さんの手によるものが多い。そんな三浦さんに弟子入り。まずは店の掃除から始めたという。おつるがねやってることは私のねいろんな作業を、まあ、やりながら見ながらで、3年過ぎたぐらいから私がじゃあこういうものを作ってみなさいとかそういうのをやり始めたんですよね。修行開始から6年、今では数種類のかんざしを手掛けられるようになった。私たちが作ってるものは飾りかんざしなので真鍮とか銀を用いた金属でできたかんざしなんですけれども、あとかんざしって言われるものにはつまみかんざしですとか、べっ甲でできたかんざしですとか、まあ象牙とか、あと木でできたものなんかがありますね。今回鶴崎さんは平打ちかんざしを作る。まずは図案から。今はですね、あの平打ちのデザイン画を起こしています。飾りかんざしの基本の一つが平打ちかんざし。江戸時代後期の1800年頃から流行。飾り部分には草花や縁起物のほか、武家では家紋を入れることもあった。線が正確でないと、あの糸のこで切った時に印象がだいぶ変わってきますので、できるだけ正確にバランスを見ながらですね作図しています。デザインはですね、主にあの日本の縁起物の文様の吉祥文様ですよね、そういうものをあの組み合わせて作ることが多いです。今回は常緑樹で長寿の象徴である椿と繁栄を象徴する獅子形を組み合わせ、つける人の健康を祈る意味を込めた。出来上がった図案を金属板に貼る。使うのは丈夫で加工がしやすい真鍮。目打ちと呼ばれる当たりをつけ、糸の子を通すための穴を開ける。そして切っていく。細かい部分まで切っていきたいので、そういう時はこういう細い糸のこの刃を使います。線の内側は切らないで、サイズ感が変わってくるとだいぶ印象が変わってしまうので、線の外側を切るイメージなんですね。切り出す線を正確に保つため、見えづらくならないよう粉を吹きながら慎重に切る。飾り部分をすべて切り出すと、今度はかんざしの紙に刺す足と呼ばれる部分。足もですね、この全体のバランスを見て
例えばこの股の部分をもっと浅くするですとか、この肩の部分をもっと落として細くするですとか、そうやって作図でバランスを見て決めていきます。足は2本の場合と1本の場合がある。その違いは割と髪質によって、そのお客様の髪をこうまとめ髪してる時に思うんですけど、この人1本足の方がまあやりやすいでしょうとか、まあいろいろあるんですよね。一般的に髪の量が多くて腰が強く、髪が長い人は一本足の方がまとめやすい。対して二本足は細かったり癖があったりする髪をまとめやすい。今度は足を切り出す。ほぼ直線で簡単そうに見えるが、直線よりも直線を切る方が難しいんですよ。はじめはまっすぐに切ることができず悩んだという。師匠から千本ノックやれって言われて、板をいただいて、それでこう自分で線を引いて、ひたすら糸のこうまっすぐ引けるようにっていう練習をさせてもらいました。1000枚以上の切り出し練習を経て、今ではまっすぐに切り出せるようになった。こちらが切り出された足。これにヤスリをかけていく。切ったラインの通りに整えていかなきゃいけないので、左右対称でどちらかが細すぎるとか薄すぎるとか、そういうことがないように常にやすった後確認しながら制作していきます。ヤスリがけによって金属の角を落とし、紙に引っかからないよう滑らかに削る。今度は飾りに模様を刻んでいく毛彫りの作業。使うのは松ヤニがついたヤニ台。松ヤニを火で炙って柔らかくした後、飾り部分を貼り付ける伝統的な工程。熱が冷めると松ヤニが固まり作業しやすくなる。このヤニ台で毛彫りを行う。毛彫りはまるで毛のような細い線を彫る工程。使うのは彫りたい模様に合わせたタガネ。指先ほどの空間に細い線を彫る。毛彫りの表現でかんざしの美しさが決まる。表現方法によってタガネの幅を変えていったりしますので、それに適したようなタガネを作ったりですとか、表現したい方法無数にあると答えていいと思います。細い線を彫りたい場合は毛彫りタガネ。その名の通り溝の幅は1ミリにも満たない。溝の左右の深さを変えたいときは片切りタガネ。片側は浅く、もう一方は深く彫ることができる。今度は七個タガネという直径1ミリの半球状にへこんだタガネを使い、花のおしべの部分を作っていく。こちらが彫り上がった飾り部分。これに足をつけ全体を形成する。まずはロウ付け。
飾り部分と足とのバランスを見て銀蝋という合金で溶着する。銀蝋を置き熱を加えて850度以上になると銀蝋が溶け真鍮同士がくっつく。続いては鶴崎さんが最も難しいと感じる工程、平打ちかんざしの先端部にある耳かき。日本のかんざしの特徴ともいえる耳かきだが、なぜつけられるようになったのか。諸説あるみたいなんですけども、贅沢禁止令っていうのがあって、江戸時代幕府が何度も出した奢侈禁止令だが、身を飾りたかった女性たちはかんざしの先に耳かきをつけてもらい、これは贅沢品ではなく実用品と言い逃れた。その名残で耳かきはかんざしの重要なデザインとなり、現代にも受け継がれている。耳かきの形成は、まず型に入れて叩き丸みをつける。大まかな形ができたらヤスリをかけ耳かきの形を整える。左右対称にものを作るっていうのは結構難しくって、あとやっぱりそのバランス、装飾部分に対して耳かきのこの首の部分の太さであったり、てっぺんの部分のサイズ感であったりとか、総合して結構難しいですね。形もそうですけど、鶴崎さんは耳かきの形を作る工程に多い時は4時間以上かけるという。かんざしのヤスリがけが終わった。難しい耳かきも納得できる形に。これにメッキを施し、鶴崎さんのかんざしが完成。2本足でひし形の中に椿を描いた、つける人の健康を祈る平打ちかんざし。難しいなって思うことを繰り返し繰り返し重ねてですね、それで少しずつですけれども上達していく部分、そういうのは本当に楽しいって思いますね。細かい作業の繰り返し、それがかんざし作りには欠かせない。そんな鶴崎さんの息抜きは、この子と一緒にいると和みますね。愛犬スモモとの散歩。かんざし作りへの思いを改めて聞くと、女性を華やかにするファッションとかジュエリーとかありますけど、そういったものとはまた違って、日本の美しさがこう小さな世界に込められてるんですよね。作者が見た情景っていうんですかね、そういうものがこう込められてるっていう、そこに魅力を感じました。小さなかんざしに祈りと日本の美を刻む。鶴崎さんはこの日、大好きな花をあつらえたかんざし作りに取り掛かる。その花は桜。やっぱり私桜に魅力を感じますね。寒い冬を耐えてパッとこう咲き誇る、私たちの気持ちをすごい明るくしてくれる、そういう花なので、やっぱり桜のモチーフを作ってる時はこういつも春を思いますよね。
鶴崎さんの花のかんざしは評判で、繰り返し買ってくださるお客さんも。自分の誕生日月が6月なので、アジサイの花のかんざしが欲しくて、これがそうですね、モリッとした感じと、あとはあの誕生石をつけてほしいと思って、でパールもつけてもらったんですけれども、打ち合わせをしたものが全部一本にこう集約されてて、ああすごいって思いました。はい、花のかんざしを美しく作り出す鶴崎さん。切り出した桜の花びらをヤスリで滑らかに形作る。桜の花びらを1枚ずつ叩き、花に曲線をつける。すると立体的な花びらができる。その大きさわずか10ミリ。次に金切りバサミで薄い真鍮の板を切る。その間隔は1ミリにも満たない。切り落とした部分は小指の爪ほど。これに高熱を加え、水で冷やし、焼きなまして柔らかくする。細い針金に巻きつけ、丸く曲げて筒状にする。この筒の切り込みが入れてある方を開くと、桜の花芯となる。昔の桜のかんざしでもこういう花芯の作り方のものがあって、それをまあ師匠から教わって、今度は花びらの中央に花芯を差し込み、銀炉を使い炉付けを行う。こうして桜の花が完成。続いては桜の葉。タガネで模様が入れられていく。そして木の溝に合わせて中央をへこませることで、立体感のある葉の形が作られた。さらに葉の縁にヤスリがけを行う。より本物に近い葉が出来上がった。続いて蝶の形に切り抜いた部分。タガネで叩き折り目をつけた後、羽の文様を入れていく。うららかな、そういう明るい気持ちになってほしいっていう気持ちで、桜と蝶の散り感を選びました。さらに羽の縁には半円状のタガネで形に合わせ文様を入れる。タガネで叩く工程のみで華麗な蝶の完成。花や葉などを取り付ける台座を組み立て、すべてをメッキに出して1週間後。あとはこれらの部品を組み立てるのだが、その前に桜の花に玉をつけ、花に
春の色彩をつける。最後につけるのはなぜか小さなバネ。その上に蝶を取り付け完成。花の上に蝶が舞う桜のちりかんざし。蝶は人の動きに合わせて桜の上を舞う。師匠のかんざしに止まった蜂をイメージした。小さな空間に作り出された日本の春の風景。日本の美しさをかんざしに刻む鶴崎さんがその手で開く明日への扉とは。ただ綺麗になるだけじゃなくて、勇気っていうか奮い立つ力を与えられるような作品が作りたくって、いつもその刺していただく方の無事を祈りながら作ってるんですね。なんでこう頑張ってっていう気持ちで作ってます。はい、祈りを込めてかんざしを作る若き職人は明日への扉を開け、また一歩夢に近づく。